じゃあゲームは、今始まってますね。お、画面来ましたね。はい、あのまさに冒頭、男性主人公か女性主人公か選んだ後のシーンという形になりますが、はい、今回は、男性主人公を、僭越ながら勝手に選んでおりますので、はい、今は男性主人公をこれ操作しているような状態です。この前のフェーズであの、はい、男性女性が選べたり、これ一番最初のところですね。これ会社帰りの勤め人という設定を自分で選んでるので、はい、こういうスーツから始まりますけど、だから会社勤め その会社員じゃないし、そうです、だからもう学校の帰りだっていうと、まあ、あのもうちょっと学生っぽいカジュアルな服とか、はい、カジュアルな髪型で始まるっていうふうになっています。なので今あくまであのスーツ着てますけど、あの主人公の髪型であったりとか服装はプレイヤーの皆さんが選んでいただいたもので、多少異なった形 で、ね、ゲームの開始が、このような形になっているというんですね。で始まりはこういう本当にまあ皆さんがこう日常で今日の会社の帰りとか学校の帰りとかちょっと遊びに行った帰りっていう雰囲気からゲームは始まります。まあ何 あの異変も起こってない平穏な街並みというような、はい、でまあ、雨の降ってる夜8時、ね、6時頃の、ちょっとあの傘忘れちゃったそうですねかなりびしょ濡れの状態から始まってますまあいっかみたいな感じで、でまあこう帰りにね皆さんが立ち寄るであろうコンビニなんかにもこう、おお、カゴも持ってる、入って、まあ、コンビニの中に入って、まあ、いろいろあの買い物しているあの他のお客さんに話しかけたりとか、あとまあトイレ行って鏡を見たりとか、はいはい、そんなこともできるんですか、すごい、すげー、鏡見るとね、あのプレイヤーの髪型とかが変更できたりとか、はい、少々お待ちください。で髪型もこうプレイしていくと増えていったりしますので、あのなかなかいろいろ気の利いた、結構みんな独り言言ってますね、はい、そうですね、まあ、こういう店員さんに話しかけたらちょこっと買い物みたいなこともできましたね、はい、まあ、ちょっと今日はあえて、まあ、今日はね時間もないので、はい、あの何も買わずに冷やかしのように、まあ、こういうお客さんね、言いますよね、まあ、いますよね、はい、しかもびしょ濡れで店内に入ってきて若干迷惑な、カゴまで持っといて買わずに出るっていうでこう街を歩いてるとですね、おっと、いきなりこう何かが交通事故みたい、ちょっと何が起きたんでしょうねっていう、これは行かざるを得ないですよね、確かに。あら、ちょっと信号もなんかちょっとね、異変が起きてますね。何が起きたの？おお、いきなりこれ、おっと、おお、あ、何か巨人が、こういう感じで、でけえ、もう実際のサイズでその場にいるので、これがまあ予選作りたかったところですよ、ね、ウルトラマンのような見た目のキャラクターですが、なんか若干ちょっと違う感じがしますね、目のあたりがね、そうですね、ちょっときつい感じです、ね、ただこの足元から見上げるとちょっと顔のあたりまでよくスケール差がありすぎて見えづらいというのはありますけど、まあ実際にねいるとやっぱりこんな感じに見えるんだろうなっていうふうには思いますね。ドラマンとか僕ら楽しんで見てましたけど、なかなかこの角度で見そうですね、やっぱないですよ、まあ、逃げてる人たちをこうなんか俯瞰で見るようなシチュエーションって結構多いんですけども、 そこにまああくまで巻き込まれた一人だったらどうなるかっていうところが、もういろんな人がなので逃げ惑ってくるような、でぶつかられたらちょっと主人公もよろめいたり、そうですね、逃げてる人もねたくさんいて、はい、街が騒然としている、普通にリアルにこういうことになったらこうなるだろうっていうシチュエーションですもんね。ただあのこの主人公の目的はこの奥にいるヒロインに会いに行かなければいけないっていう偉いな目的があるの で、 そうです、ね、この通りを抜けていかないといけないんですね。こう彼女からメールが来てますね、届いてますね、私は待ち合わせ場所の公園にいます、気をつけてください大丈夫大丈夫ですかみたいな、ね、それどころではない、まあ、当然そういう状況ではですね、あ、変身ができますね、今これ皆さん見えてますかね、上からこちらは大丈夫だよ今向かっています、次があまり大丈夫じゃないけどとにかく公園に向かいます、次がたどり着けたら優しくしてください最後がこんな状況で本当に公園に行くのかよ正しいですね、まあ、だいたいこういう返信をしといて、まあ、これまたあの彼女から出てきたりです、ね、はい、で、あの、まあ、こういう脅威の中でもこうやっぱり下では人々の日常があったりしますので、まあ、こういうですね、まあ、今あの逃げていく人たちによってこう店壊されたおばさんがいてですね、ああお店が花を集めないと、まあ、なんでこんなところで花売ってたんだろうっていう疑問もありつつですが、ちょっと
大事な花が、まあ、実際ねここまでこういった脅威が起きていたら、まあ、なかなかこう周りのことを配慮できる余裕があるかっていうと難しいシチュエーションかもしれないので、まあ、もしかしたらこういったことも起きるかもしれないなという、で主人公のですね行動をこう選べます。このおばさんに対してどういう態度を取るかっていう、これなんか選択肢があってですね、プレイヤーのリアクションをまあ自分で選ぶことができるんですが、まあこれなんかせっかくなのでこう見ていただいてるね皆さんに選んでいただいた方がいいんじゃないかなというふうに、コメントがすごい偏ってるけど、上から A、B、C、D でアンケートを出したいと。アンケートですね。そうですね、なのであのコメントに必死に打ち込んでいただいてますけど、まだ大丈夫です、まだ大丈夫ですよ。冷静になってみんな、だってみんなちゃんと見てね、見てこのお母さんのシチュエーション見てね。見てね。皆さん見えてますか？大丈夫かな？みんなでも皆さんでも何を選ばれるんでしょうね。いやー僕だったらやっぱ大丈夫ですかですかね。いや僕もやっぱりこうね気になるので大丈夫ですかって、ねね、やっぱり気をしっかり持ってくださいと慰めるかな。C とかすごい優しいですしね。ね。はい。じゃあ結果を見ますか？ドン。ほらみんな4番 D は母いいざまだぜとほくそ笑む、そうですか、最悪です、ね、皆さんなかなかあのひどい方たちが見ていただいているということが判明しました。正直ですよね、正直ですね、まあ、そういうね選びたいと思って、まあ、4番きちっと作るようにしてこれで本人ですけどね、はい、九条さん僕はでも3番が好きですけどじゃあでもこれ4番ですか、4番でいきましょう。こいつひどい、これ選んだの皆さんですからねいきなり主人公に感情移入できないからいやこういうのはねやっぱり正直にプレイするのがゲームの楽しみ方ですよ。わざわざ言葉に出してや予想できた結末かもしれないですよねでもやっぱりいろんな方がいていろんな思いしてて、まあ、そうですね、うん、でもあのいい振る舞いしなくてもいいと思いますよ。やっぱりゲームなんでそこはやっぱり選びたいように、ね、まあ、この街にいる一人一人にやはり生活があって、まあ、いろいろな考え方を皆さんしながら生きてらっしゃるっていうところがある中で、まあ、まだこうおっと危ないですね、おっと危ないですね、気をつけないとこれ本当に危ない、本当に危ない。危ないでしょ、これ本当に。っていうか、こんなに間近で足見ることないですよね。足ってあんなでかいんや。来た、本物来た。ウルトラマンが来てくれましたね。なんかちょっとホッとしますよね。ホッとする、安心感。登れなくなった。登れないですね。これだって全部リアルタイムですもんね。そうですね、はい、ここでウルトラマンと偽ウルトラマンの戦いがこうリアルタイムに巻き起こっていくという。でも別に主人公はウルトラマンに加担するとかじゃないですか、ね、そうですね、あくまで主人公はこの戦いを傍観するのみという立ち位置になりますね。うまいことその女性との待ち合わせ場所に行かないですよ、ね、だから本当にまあこの戦ってる中を行かないといけないですから。なんか何か失礼なこの方は先ほどの交番にいらっしゃった方があのこの町の異変を見て皆さんの避難誘導に来てくれてますが、若干ちょっと物言いが失礼な感じがするかもしれないですね。いかにもっていういや逃げないです。この戦いの余波でこう周りにこれダメージ受けると服がね破れちゃう、燃えたりとかダメージを主人公が受けると服が破れていったりとかでちょっと見た目が変化するもの。あ、怖い、これ怖いですよ。あ、ダメージ受けましたね。あの左上にこう体力ゲージとスタミナゲージがあるんですが、体力がゼロになってしまうとですねゲームオーバーになってしまいますので、これ本当にちょっと気をつけないと、はい、いけないですね。ダメージを受ける、受けて服が使って怖いですね
コメントでみんな女性主人公にするしかないバッタなしってまあそれはね、本編でね、やってほしいですけどね。あ、まあそうですね、女性主人公ならではの機能はないんですけど。あ、ないですね。まあリアル。やればやっぱりそれなりに。そうです、ね。ああ、危ない。何が起きたんでしょうね。なんかいろんなとこがこうエフェクトが出るのは気になる。開発の目で見ちゃう。これ何ですかこれ。これあの戦いの余波で巻き込まれたビルの壁が壊れてですね、中でこう怪しいことをしている人たちを目撃してしまった主人公という。これ明らかに見ちゃダメな。そうですね、そうですね、何かこう絶対こうドラマとかでも見ちゃいけないシーンのやつですよね。気づかれてしまいました、ね、明らかにこいつらあれですもんね。あの手の見られたぞ。見られたぞ。極端で始末だよ。テンポのいいゲームなんです。なんだあれ。この2人はすでに情報としては公開している柴田と武藤というキャラクターになるんですが、まあ非常に恐ろしげな男性方だということです。今選んだのは何ですか。いや、とにかく逃げよう。あ、逃げよう選んだんですね。全部逃げようでしたね。そうです、ああいう選択肢好きなんです。おー、危ねえ。まあ、なんとか偶然プレイヤーも危なかったですけど、逃げることができました。逃げずに立ち向かうみたいなこともできる。もうやられちゃ、非常に彼は怖いです。作ってても巻き込まれたくないんで、ちょっと申し訳ないですけど、もう必死、ちょっと見せることより必死で逃げてしまいました。さっき九条さんにちょっと絡んでくださいってお願いしてたんですけど、真っ先に逃げました、ね、あいつ怖いから嫌だって。うわ、どんどん近寄っていってる状態になってますね。うわ、目の前でこういったスケールの全く異なる大きな戦いが繰り広げられてます。いいんですよね。これはまた選択肢が出てきましたが、これはせっかくなので、一番下すごいっすね、はい、せっかくなので巨人をバックに記念写真を撮る。撮っておきますか。これ見たいっすね。撮っておきますか。もう文字通り自撮り。お前こういう人いそうですよね。いるかもしれない。ただ相当度胸がありますよね、この状況で。基本こういうやつやられるんですけどね、はい、真っ先にやられるパターンですね。うわー、すごいな。危ない。あ、このシチュエーションはすごい。あ、でここでついに偽ウルトラマンが正体を表して、うん、その正体はザラブ星人だと分かってたみたいな、ね、はい、みんな分かってた的なやつ。質感いいですね、ザラブ星人。そうですね、はい。ここでなぜか主人公の方が見られてしまうというです、ね、すげえ顔見してる。改めて見てみると大きいなと圧倒される。なんだか危険な感じがすると警戒し、この場を立ち去る。とても友好的な雰囲気だと思い手を振る。そう、まあ、友好的かもしれないですね。出会った瞬間なので、プレイする人の選びたいものが大体入ってるんじゃないかなと思います、ね、ちょっとつぶらな目で見てますからね。割と友好的なのかな。友好的な可能性もありますよね。じゃあそういう振る舞いをしてみましょう、うん、はい、実際原作でも友好的でしたからね、最初は。そう、最初そうでした、はい、おーい、まあ、手を振ると彼が手を振りましたが、仲良くなれるかな、仲良くなれるかと思いきや、めちゃくちゃ攻撃されてます。危ないですね。危ない、めちゃめちゃ危ない。いやー、危なかったですね。危機一髪の状態でビルになんとか逃げ込んで、というシチュエーションですね、ここは。いやー、やっぱこれ九条さんのゲームですね。九条さん作品っぽい、本当に。着地が面白い。すぐ確定だ。で、ここでまた情報も公開しておりますが、この大塚というウェブライターのキャラクターと、主人公が出会うといったシーンになりますね。これじゃ出られそうにないな。確かに、もう火の海ですもんね。そうですね。もうビルの外はものすごいことになってますので。火の海が降ってきた。ここにいるとまずい。エレベーター、動かない。停電のようです。
ターは動いていません。ほうほう。で、危険です、階段で上へ移動しましょう、もしくは自分一人だけこっそり階段で一人だけこれはどういう主人公なのかっていう主人公像が問われるポイントですね、うん、これでもまあとりあえずちょっと一人だけ行っときたいですよね。みんなで行くとねちょっとこう詰まっちゃったりするかも。そうですね、まあとにかく上に逃げないといけないと思うので、うん、まあやっぱ一人で行った方がいいかもしれないですね。まあここは正直に、はい、正直に、はい、助かりたいですか、ね、助かりたい、こっそり一人だこのわざとらしさが結構味かなと。まあなかなかうまくはいかないですね。なんだかあのデカいのに狙われているように見えた。あいつの勘に触るようなことでもやったのか。やってしまったかもしれないですね。なぜ僕が狙われているように見えたんですかと聞き返す、別に何もしてないと思いますと不快感を表面に出す。展開のあやでここにたどり着いただけですというより他ない。これ不快感ですかね。いや全然何もしてないもんね、別にね。別に何もしていないと思います。まあしてましたね。まあ嘘つきましたね、プレイヤー。まるでお前さんを狙って攻撃しているように見えるので。だとしたら、ここで一緒にいたら危ないな。俺も上に行くわ。うんうん。いや待て、お前さんと一緒に特ダネが取れるかもしれないってことだな。彼はこういうキャラクターですね。フリーライターネットニュースに記事を投稿して、はい、よろしくな。むしろ危険なとこへ行きたい人です、ね、ああ、なるほど、なるほど、はい、はい、というような形でまだまだ、このステージは続くんですが、ここまで